中山香織です。この動画では木曜日に大井競馬場で開催される東京プリンセス賞の3連複フォーメーション予想ということで、1列目に選んだのが9番のサーフズアップです。この動画でも何度も本命に取り上げてきた馬ですが、先行や差しどちらでも競馬ができる自在性の極致を持ち合わせていることで崩れにくい競馬ができるタイプの馬です。今回の競合メンバー相手でも粘り強い走りで馬券圏内を確保できると判断して1列目に選びました。続いて2列目、3列目に選んだのが1番メイドイットマム、8番フークエンジェル、以上の2頭を選びました。最後3列目に選んだのが2番コアリオ、4番ラピスアダマンス、11番エオリエンヌ、12番ポーチュラカ、以上の4頭を追加した3連複フォーメーション9点で勝負したいと思います。